じゃあこんにちは。さあ、はい、森内さん、はい、で始めるんですね。そうです、茶屋隆さんの逆バージョンですけれども、はい、そうそうそう、はい、あのちょっと面白い記事がありまして、はい、阪神なぜ育成ドラフトで高校生を指名しないのかっていう問題というかある記事がありまして、はい、ここもう10年ぐらいはずっと育成ドラフトで高校生ではない選手を、まあ、選手というか天野選手を取ってきてるということで、これすごく興味深いなと思うんですよ。まあ、なぜっていうのがあるよね。もちろんです、うん、で逆に阪神は13年間育成ドラフトで高校生を指名していないそうです。13年だ、はい、で今のところ10年育成1位の選手は例えば島本、はい、投手だったりとかがもう最後というところで、はい、2011年から23年までの間に10選手を育成指名しているが、全て大学生か独立リーグの選手、うん、でこれには実は理由があるんだというふうに球団本部長が明かしています、はい、その育成選手であってもプロの世界に飛び込む意識が高い選手、またはその必要性が生じる選手も存在すること自体を否定するものではないというところなんですけれども、うん、例えば大学生や独立リーグの選手に関しては高いレベルへの挑戦という形になる一方で、高校生の場合はよりハイレベルのアマ野球、それから独立リーグで人格形成しながらスキルアップした方がより良い選択肢になるかもしれない、うん、まあ、親御さんの立場も考えてしまう。育成で指名するよりも、もしお誘いがあるのであれば大学および社会人独立リーグにで人格形成技術力アップを託したいと考えている、うん、で独立リーグのチームや地方の大学には人材確保という問題もありますからね、そこからでも決して遅くはないというふうに、そのいろんなことを考えた上での高校生をその育成ドラフトでは取らないっていう、うん、今の話の中で、はい、人間形成っていうのがあるよね、はい、高校からすぐ支配下になるんだったら別だよ、はい、でもその育成っていうのはさ、また特殊なことだし、うん、人間形成っていうのはすごくね、こう精神的な部分で大事になってくるっていうか、うん、いきなりその育成でプロになるっていうよりは、どっかに行けるんだったら、チャンスがあるんだったら、そっちの方に天の中のレベルが高いところでやっといた方が、やっぱ人間形成も出来上がってくると俺は思うんだよね、確かに、うん、でやっぱり人のやることだから、どんな人間になるかっていうのはすごく大切なことで、はい、それは俺はすごく賛成なんだよ、うん、そのあお互いじゃないけどもさ、はい、取っといてみるかって取らないわけでしょ阪神は、うん、ね、だからそれは俺は賛成だと思うよ。あの非常にその、まあ、親御さん含めその選手のことを考えてないこともやっぱ人生があるからさ、そうなんですよね、うん、だからよかったら支配下で取るべきだし、はい、高校生まだ本当に子供だよ、うん、そこをプロのユニフォームを着せて勘違いさせるよりは、うん、もう一度頑張ってドラフトにかかるだけ頑張ってこいっていう方が、うん、俺は親心とすれば賛成だな。そうですよね、うん、だから大学行けるんだったら大学で学びながら野球やったりだとか、うん、まあ、社会人だったらそのアマのね、うん、最高峰で揉まれるとかさ、うん、まあ、独立行くんだったら独立で試合経験をどん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 積みながら切磋琢磨していくっていうようなね、うん、まあ、そういうやり方の方が俺もいいと思う。でね、支配下っていうのは、まあ、国保監督がね言ってたけども、やっぱ支配下の選手がやっぱ2軍戦でも5人しか必要が叶わないと、はい、そうなってくるとやっぱ実戦という面でも足りなくなってくるんだよね、はい、だからそれだったらやっぱこう自分が本当に活躍できるところでアマ球界で活躍しておいて、あの時は育成だったのに時を経てばドラフト1位になってたとかさ、そうですね、そういうチャンスだってあるわけだから、うん、だからそこを俺は高校生だったら目指してほしいなと思うよ。これはね、性格にもよるけどね、その選手の性格も、例えばその性格向きじゃなくてもうドンと行った方がいい選手、そういう性格の子もいる、うん、子もいるけど、だから全部が否定してるわけじゃないけど、ドラフトでね高校生が育成で入るっていうのを全然否定はしないけども、大きな人間形成っていうのはやっぱ高校出てから大学4年間この中でね使われるものっていうのはすごく将来的にも大きいなことになるし、やっぱこう考え方が変わってくるよ高校から
その4年間という意味ではね、大学、まあ、社会人行ってもそうだし BC とかね、はい、まあ、そういうところ行ってもそうだと思うんだけども、もう行きたいんだったらもう3年だったら3年、4年だったら4年間をさ、もう本当苦しんで、やればそれだけの育成に行ける選手だったらドラフトにかかるぐらいな選手にならなきゃいけないし、そうですよ、ね、そもそもそのだから支配下になった選手と育成の選手の大きな違いって何なんですか。やっぱ素質だよね、育成に行くっていうのは支配下になれる選手よりも、やっぱそれよりも期待度が薄いわけだ、それでも育成で取るっていうのはそれは支配下の枠があるからしょうがなく育成っていうものを作って育成に入れてるだけなのか、それともやっぱりもう全然違うのか。育成は枠には入らないからさ、入れないですよね。一つ化けてくれればっていう期待感もあるんだと思うよ。まあそれに素質のある選手たちが、まあ、育成ドラフトにかかってくるわけだけども、そんなんだったら俺が親だったらよ、いや大学行けるチャンスがあるんだったら行きなさい、はい、ないんだったら社会人どっかあるんだったら行きなさいとか。育成ではなくて、育成ではなくて、それはやっぱプロとしてしっかりした背番号をもらい、そこで勝負しに行くという、まあ、そこら辺が一番自然なのかなというふうには思うけどね。逆に言うとじゃあ阪神じゃなくて他の球団で育成で高校生を取ってる球団っていうのはそこにはどういう思い。いやだからまあそのドラフトでは取れなかったけども、こんなにいい素質があるのに、まあ、ドラフトにかからなかった、じゃあ育成で取っとこうかっていう、育成でどうしても欲しいっていうんじゃないよね、精神的には。ドラフトだったらどうしても欲しいって思うだろうけども、だけど育成だったらまあまあ取っといてみるかみたいな、それだけのモチベーションが違うと取る側もね。育成の選手っていうのはやることは他の選手とかとやってることは変わらないんですか。いや変わらないよ、練習メニューも変わらないし、はい、何ら変わらはしないんだけども、モチベーションという意味ではさ、やっぱ違うし、俺もそのままプロに会だったらいけたんだけど、はい、だけどやっぱ大学を選んだっていうのは、今考えるとすごく正解だったと思うよね、でもそのおっしゃってた人格形成もそうだし、俺も勘違いしやすいタイプだったからさまあ例えばその高校の時に行っとけば勘違いしてたかもかな、はい、ほんで何にも残んなかったかもかな、でもやっぱ社会というものをある程度分かりながらこう生活しておくと、プロに入った時でも自分の足元を見ながらどういうことをやらなきゃいけないっていう、まあ、頭も育ってくるよね、はい、で高校の時から着るとやっぱ勘違いする人がいるからね、まあ、そうですね、いや俺はもうプロの選手になったみたいなね、ユニフォーム着ただけで満足達成感を味わう人がいるだろうけども、まあ、そうじゃなくてやっぱりいろんなことを学びながらユニフォームを着るのと、何もわからないでプロのユニフォームを着るのでは違うと思うんだよね。そうですね、それはもうドラフト1位の素質があるんだったら行った方がいいと思うけども、まあ、そうじゃなければちょっと冷静に考えてプライドを持ってほしいよな、いや俺はもう絶対ドラフトで行くとかね、まあ、そういうことは俺は大事なことだと思うけどな。まあ、高校生で育成で行ったとしてもそんな何年も何年もずっと育ててくれるってわけではないですよね。見てくんないよな。ですよね。だ毎年毎年入ってくるしな。そうですね、ってことは毎年その出される選手もいるということで、一番最初に嫌われるのは育成の選手だからさ、そうなんですよね、だからそれだったらいろんなキャリアを積んでプロに入ってた方が、潰しも効くし、ね、そう、あの潰しいいんで本当に潰し効くっていうのは大事なことだと思うし、いや大事なことだよ、何も分かりませんみたいな、そうです、もう一回大学行ってやり直しますみたいな、もうちょっと時間かかりすぎるから、ね、うん、だからまあ阪神のやり方っていうのは俺は賛同できるな。ですよね、プラスアルファそこの地域、はい、独立リーグのある地域だったり、あと地方の大学だったりの人材確保っていうにもつながりますし、数年後ドラフトにかかるってなると独立リーグ、大学、そしてプロ野球っていういいこうなんていうんでしょう、循環がな、そうなんですよ、まあ良くなるよね、はい、まあいい選手がいった、いやダメだったから、じゃあ社会人に拾われた、これでも順番逆になっちゃうからな、そうなんですよ、そういう意味では本当にいい経験を積んで、本当にドラフトでパッと入ってこれるような選手に育ってほしいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、だから今高校生などでもその育成で行くとか、そのドラフトの例えば会で行くというより、その独立リーグからやっぱりそのドラフト上位とかで指名されてる選手も非常に多くなってきてるので、まあ そうだね、そのあたりやっぱり一度ここを経由してっていうのでも遅くは
全くないのかな。いや独立リーグでも毎年ねドラフトにかかってる、うん、あのチームもあるしね。ありますよね、うん、早くプロになりたいのは気持ちはわかるけども、うん、堂々とよそのドラフトにかかるぐらい努力して、うん、もういろんな勉強して、うん、来た方がいいのかなっていうふうには俺は思うですよ、ね。はい、まあ、もちろんその高校生から育成ドラフトで入って上にもう、ね、チャンスをつかんだ選手ももちろん中にはいや、いるよね。もちろんいます。もうメジャーまで行ったり、そうそうなんですよ。千賀投手とかもね、そうですし、じゃあそれで例えば3、4軍、5軍とか作って、すごいそれが排出されていって、システムがすごくよく機能してるかっていうと、すべてがすべてそういうわけでもないですしね。で、お金のある、まあ、球団はそれできますけど、限られた資金の中でやってる球団があるんであれば、外に一回ね、経験してから来た方がいいよっていう。そうだね。だから無責任に取ってる球団は絶対ないと思う。もちろん、はい。やっぱ期待を込めてね、取ってると思うんだけども、うん、やっぱ考えは親だよね。うん、そうですよ。うん、やっぱ子供の将来を考えたときにここで生かすべきなのか、うん、これ経由してドラフトにかかれる選手になってから行った方がいいんじゃないかとか、うん、まあ、いろんな相談あるだろうけども、俺はどちらかというとそのタイプだな。私もどっちかというと豊さんよりですね、うん、その間に人間形成とかもできるだろうしな、はい、人間形成っていうのはすごく後々ね、大事になってくることだから、うんうん、今回ね阪神の球団本部長の方がこういうふうに話してくださった、はい、その阪神としてのこういうふうな基準でこうしてますよってお 話っていうのは、日本の今人口が減ってきてる中でのでもプロ野球をいろんな方面で協力し合いながら盛り上げていくという、そこまでも考えてのことなんだなっていうのは、うん、阪神 その今レギュラーを考えた時にさ、大体大学でなんだよね。多いですね。いや本当に、うんうん、それか高校生でも例えばドラフト上位だったりとか上位だったりとか、ね、はい、かかってる選手たちなので、はいはい、まあ、1位2位とかね、うん、まあ、そのぐらいまでだろうけど、まあね、全ての球団がこういうシステムを取ってるわけではないですけど、こういうこともあるんだなっていうのをなんかちょっと覚えてもらっていると、まあ、そうだね、うん、いいなというふうに思います。はい。